マスターズピットファンクラブです。しばらく試合の動画を上げてなかったんですけども、近況報告ということでね、お知らせしたいと思います。5月26日エクスプロージョン、こちらの方にね、タツキが一人出場したんですけども、1回戦はね、難なくタツキのペースで、おい、ナイスボディ、いいよ、おい、あい、あい、あい、ステップ、おい、勝者青コーナー山川タツキ、ぶっちぎりの内容で判定勝ちをしました。ところがね、準決勝で残念ながら判定で敗れてしまいまして、優勝ならずということになりましたね。対戦相手の方は優勝したみたいですけどもね、ちょっと残念でしたということでした。このエクスプロージョンはですね、ちょっと動画撮影が禁止ということでね、それで動画が上げられなかったんですけども、そういう事情ですのでご容赦ください。その後はね、6月の9日に千葉でスマッシャーズが開催される予定だったんですが、これがですね、ちょっと諸事情により開催できなくなってしまう、それでちょっと試合の間隔が空いてしまいましたね。でその後は6月16日エクストリーム1というね、チームドラゴンの前田健作さんがやってる大会にマスターズピットとしては初めて出場したんですけども、タツキはね、31キロ級のトーナメントということで出場しましたけども、1回戦の相手がまさかの宿敵阿部リオ選手、はい、はい、はい、そうそうそう、はい、はい、いいよ、いいよ、タツキ、いいよ、いいよ、いっちゃいっちゃい、いいよ、オッケー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 、プッシュ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 、いやいや、前、タツキ休むな、出ろ出ろ、おい、おい、ナイスボ、いや、出ろ出ろ出ろ、コーナー詰めろ、コーナー詰めろ、残念ながらまたちょっと敗れてしまいました。やっぱりこの何の因果かずっと宿敵との関係は続くわけですけども、まあ向こうもね、タツキの倍以上の戦績があるわけですから、タツキが頑張っても向こうも伸びていくわけで、これを縮めるのはなかなか大変なことでありまして、それでも我々は諦めずにやるのみでございます。そういうわけで次回は絶対に勝たせたいと思っています。はい、そんなわけでね、試合の動画はしばらくなかったんですけども、今週の日曜日6月23日に山梨県で大会があります。こちらの方でね、アマチュア全日本選手権ということでね、各階級のトーナメントがあります。28キロ級トーナメントの方に春谷が出場します。そして31キロ級はタツキが出場します。この両者ね、揃って優勝してもらえるよう頑張ってもらいたいと思います。そして一般の岡選手、ランドリー岡がですね、ついにプロテストを受験します。一応ね、予定としましては7月の7日の品川大会でプロテストを受ける予定だったんですけど、学業の都合ということでね、前倒しで6月の山梨で受けることになりました。プロデビューはね、9月の新宿大会で考えてますんで、プロテストを完全に受かる前提で話をしてますけども、もう7戦7勝無敗できてますんで、勝ち方とそのプロテストの評価ということに注目したいと思います。やってくれると信じてます。動画の方楽しみにお待ちください。とりあえずね、6月が終わったら7月なんですけども、7月も試合が一応目白押しになってます。7月7日は品川でスマッシャーズが開催されます。そこでね、おそらくタツキとハリアもタイトルマッチ絡みの試合があるんじゃないかなという感じになってますね。まだちゃんと正式には発表されませんけども、そして7月の15日月曜祝日ですね、こちらの方でレジェンドという大会があります。あのピーター・アーツ選手の主催する大会ですね。これが千葉のチップスタードーム、こちらの方で開催されるんですが、そこに春谷とタツキがね、出場します。非常に大きな会場でのビッグマッチになるんで、そちらの方も皆さんチケット購入してきてくれると非常に嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。そちらの告知動画の方はね、また改めてきちんと作りたいと思いますんで、お待ちください。はい、以上近況報告になります。動画最後までご覧いただきありがとうございました。